コンについて説明したいと思います。ノックオンっていうのは、ボールを前にこうキャッチしたボールを前に落としちゃう、こういう反則です。ちょっと横から見るとこう、前に前、こっちが前、こっちが後ろ、キャッチする、パスが来ました、キャッチする時、キャッチする時にキャッチした瞬間にボールを前に落としちゃう。でも後ろにこう後ろに落とした場合はノックオンになりません。大丈夫です、はい、なんですけどプレイヤーは走ってるので自分よりも自分の体よりも前じゃなくて後ろに落としたつもりでも走り続けているので走ってこう走り抜けた後にボールがこうに前の方に落ちていっちゃうとノックオンになりますので、やっぱりなかなかノックオンこうなっちゃった方がこれでもねノックオンぐらいになってしまいますこうね取るとき気をつけてプレーすればいいかなと思います。で半身っていう言葉があります。半分、半身、半身っていう言葉があります。ラグビーの世界で、こうに真正面に出てるのに体を半分半分こう半分身をずらすみたいな感じですね。そうすると、はい、半身ずらして半身の状態だとそういうふうにもし落とした時真正面向いてるとどうしても落とした時って必ず前に落ちちゃう。でも半身にしてれば半分落ちちゃう。落とした時にこうに落ちる可能性がある。ボールがこう、味方とか相手がキックした場合、上にあるボールに対してキャッチする時にやっぱり真正面走りながら前が向く。それで上にボールが上がってきます。そのままこうに取りに行っちゃうとやっぱり落とした時に前に落ちちゃうので、その時もやっぱりボールが上がったらで半身、上がったボールに対して半身半分こうずらして取る。上のボールを出す時に半身にするんですけど、それと同時に足を上げると、もしここからボールがすり抜けちゃった、すり抜けた時は、ね、足が押さえてくれる。ボールが取れなかったとしてもちゃんとこうキャッチができなくてもこうすることで足がこう支えてくるので、半身と同時にまっすぐ半身しながら走りながらずらすんですね。走りながらだんだん半身になりつつ取るといいと思います。下にあるボールに対してもこうまっすぐ、こっちが前だとするとこうやってこうに取りに行くと間違って、失敗してノックオンになっちゃったりするの前にね、ノックオンになってしまうかもしれないので、下に転がってるボールに対しても半身でこうですね、これで取りに行く。で